折井駅は、島根県浜田市、西村町にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。すべての快速列車が停車する。塗り替えられる前の駅舎島式一面二線のホームと、補線用の側線一本を持ち、行き違い可能な地上駅。浜田鉄道部管理の無人駅であり、かつては海側に設けられた、駅舎内に乗車駅証明書発行機が設置されていた。 駅舎は2019年に外壁塗装を海と空をイメージした塗装に塗り替えられている。駅舎からホームへは個線橋で連絡しており、ホームには待合室が設置されている。トイレは設置されていない。この保線用の側線に停車車両がある場合、移動先はカフ駅であることが多く、逆にカフ駅からこちらの駅に移動していることもある。2017年3月時点で、 ホームに乗り場番号表が整備されており、列車運転指令上の番線番号同様に、駅舎側を一番乗り場としている。1日平均の乗車人員は10人である。2004年度は21人、1994年度は61人、1984年度は81人だった。1999年度以降の1日平均乗車人員は、以下の通りである。快速。 アクアライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。なお、アクアライナーの下り便は終点のマスダ駅まで全て各駅停車。ありがとうございます。